細谷鹿も学から1940年は彫刻家、本名三郎、群馬県上東町生まれ、奈良中宮の寺本尊威六菩薩繁華像の模写と、前橋藩市の家柄に生まれ、家業は製紙業を営む。明治30年9月、東京美術学校ゆ科に入学する。翌年には新しく開かれた祖像家へと進み担当教官である高村幸運に指示する。 同期には、高村光太郎がおり、共に学業に励む。明治41年に幸運の推薦により、文部省古社地保存会に勤務し、奈良へと移り、仏像、古美術の修復にその天文を発揮し、特に、東洋独特の間質彫刻の伝統技術を苦心の、末解明し、復元することに成功する。東大寺の仏像を修復してからは、工芸家として知られ、 日本国における仏像修復の貴重な存在となる。代表作に新薬師寺の素像十二新章のうち、江戸時代の地震で失われた一体を補作。妻服の兄、中島修法は日本画家である。昭和9年、法隆寺に用があり通っていた細谷鹿茂学は、食堂に金世の間に合わせの修理で、ハリボテの菰を被ったような仏像があるのに気がついた。 土と木ともわからない、高さ7尺ほどの腰以下のやたら太い深っここの上もない作品であるが、欠けた部分を少しめくると中に別の何かがあるように見える。さては何か小僧ではないかと次々と上皮を剥がすと、文字通り、化けの皮が見事に剥がれ中から気品高い天平を彫刻が出現した。一年余りの修理の上、天平素像の傑作。 吉祥天像を修復することとなる。昭和11年には重要文化財に指定。現在は法隆寺代宝蔵院に安置されている。加藤緑園1878年生まれとする資料あり。ありがとうございます。